今日もお疲れ様。今日はサウナの掃除用具入れにバケツがあるからタオル。
マイナさんだね。よく来たね。来てくれてありがとう。銭湯はこのアパートのすぐ向かいだよ。通いやすいだ。マイナさんの部屋はこのアパートの202号。ちょっとボロいけど、マイナさんは、そうか、まだ23歳か。若い子が来てくれて助かる。これじゃあ、これが部屋の鍵ね。準備が、来たね。ここが今日から働いてもらう。これから仕事の、とりあえず番台の中に入って。じゃあ俺が言った、俺がお客さん役をや、お客さんがお金を置いたら、はい、やってみ。次にお客さんに、お客さんが必要なものを言ってくるから、ここのカゴの中に入れてね。頼まれていないものは入れた。じゃあやって。簡単だ。今の流れで接客を。次に、
ボイラー室の仕事を教えるから。少しぬるいね。ボイラー室で温度。じゃあお風呂の上のレバーを下げると温度が、下の炉に薪を入れると匂うから、炉に薪以外適温がオレンジ色だから、そ今は男性風呂の温度やってみ。できたね。お客さんの様子を随時確認して。あとカウンターのモニターでも。じゃあ次の仕事。次に掃除の閉店用音楽が流れた。とりあえず今日は浴槽、まず男性用脱衣所の掃除用回線機とブラシがあるから回線機でお湯を抜いて汚。じゃあ今は俺の前の。お前。
若い人やね。わしゃすか。俺、レイって言うんだけど。
あんた。やっほThank you.
今日は仕事少し待ち、明日はちゃんと仕事。それじゃあ掃除を、掃除が終わったらお風呂に入。じゃあ俺は。そちらにどなたかいます。いえ、違うんです。私は、こちらの桶が私の方に。こちらに来るのはやめてください。こちらに来るのはやめて。こちらに来るのはやめてください。こちらに来るのはやめ。こちらに来るの。ありがとうございました。
Thank you.